自分たちの踊りを、より表現しているというか、他の選手と競っているというのではなくて、自分たちをアピールしているように見受けられましたね。さあ次はルンバですね、はい、このルンバの魅力や特色は、はい、キューバで生まれてイギリスに渡った種目ですけれども、男性と女性の愛の表現の踊りですね。現役の頃にイギリスのコーチャーから言われたことですけれども、上品さがありながら危険な香りのする女性を演じなさいというふうに言われたことを覚えておりますけれども、逆に言えばちょっと表現が難しいですね。はい、女性にとってはとても表現の仕方が難しい種目だと思います。またそれを支える男性の表現力も必要になってくる、より男性でっていう風に要求されますね。ちょっと聞いてるとこう割とゆったりとしたテンポに思えますけれども、はいはい、実際に踊る側はどうなんですか。ルンバはゆったりした曲ですけれども、ゆったりと見えてはいけないんですね。より強く、よりスピーディーに見えないといけませんね。足はしっかりステップを踏んでらっしゃるけど、はい、こう上半身の表現はとってもこう豊か、まさに愛の表現、はいはい、上半身と下半身は、別の運動をしているというふうに思っていただけばいいと思いますけれども、踊り全体を通して一つの物語のようになっている、はい、ストーリーを感じますね。どのカップルも自分たちの踊りの中にストーリーを表現していると思いますけれども、リズムの取り方がそれぞれのカップルで面白いですね、はい、私は女性の膝ですとか足首の使い方に注目して見ていただきたいなと思っておりますが、やっぱりその粘るっていうためには相当なトレーニングが必要なんですね、はいはい、支えてる足がしっかりしていないとゆったりした音楽は踊りませんね。そうでしょうね。ルンバの競技が終了しました。